ウィキペディアスウェーデン語版、ウィキペディアスウェーデン語版、ウィキペディアはウィキペディアのスウェーデン語版である。ウィキペディアの3番目の版であり、英語版、カタルーニャ語版に次いで、2001年5月にドイツ語版と共にスタートした。2016年1月現在、記事数では、英語版に次いで2番目に、大きなウィキペディアであり、2021年2月23日、 現在3414,042項目を有する。しかし他の大きなウィキペディアに比べてスウェーデン語番、ウィキペディアの記事はスタブの割合が高い。スウェーデン語が話せればデンマーク語とノルウェー語が理解可能なので管理者はウィキメディアのメタウィキにあるスキャンウィキーブを通じそれぞれのウィキペディアで他の管理者と協力している。 管理者は2014年9月4日の時点で69人。2003年7月22日から2005年12月までの記事数100万項目突破を記念したロゴもともと、スウェーデン語版ウィキペディアは2001年に、ラーシュアロンソンによって、ミディウウィッキーソフトウェアを元に作られたウィキである、スズニング、ニューに匹敵していたが、いくつか変更点があるだけであった。 スズニング、ニューは2003年5月28日まで世界で2番目に大きなウィキであった。広告を導入するというラーシュの独断に対する反論を含む創設者の権威についての論争とバンダリズムと戦う適切な方法の不足についての論争のため、スズニングの主要な編集者は変わって2003年から2004年にかけてスウェーデン5番ウィキペディアを書き始めた。 スズニング・ニューは2004年4月に新しい編集を締め切ると発表し、スウェーデン5番ウィキペディアは2005年1月までに新しい編集者を受け入れ、スズニング・ニューを超えおよそ5万5千の記事があった。2013年6月15日に全言語版で8番目に100万記事を達成した。2014年7月にはオランダ語版を抜き、英語版に次ぐ2番目の規模となった。 2015年9月6日に英語版に次いで史上2番目に200万記事を突破した。スウェーデン5番ウィキペディアは当初は米国法を根拠としてフェアユースの法理に基づく画像の利用を許容していた。スウェーデンにおいて米国法に基づく運用が妥当であるか、スウェーデンにおいてフェアユースを根拠とすることが妥当であるかに関して不透明な部分があったこともあり、2005年に ロゴと紋章の場合だけ構成仕様が許可されることが決定された。スウェーデン5番ウィキペディアは少ない編集者の間で多数の記事数を編集してきたことから他の大きなウィキに比べてスタブ記事の割合が高い状態が続いてきた。しかし2005年1月の時点では3200人ほどだった参加者数も1年間で大きく伸びた。 現在では9000人ほどの参加者がいる。当地でもいろいろなウィキポータルやウィキプロジェクトが機能している。優秀な編集者の参加により、以前に比べて著しくレベルが上がった分野もある。2011年以降、インターネットボットによる記事作成が増加している。二千十三年六月十五日にスウェーデン五番ウィキペディアが百万記事を達成したとき、そのうち、 半数近くの45万4千がルスバットによって作成された記事だった。ありがとうございます。